まして、おめでとうございます。2010年、早いもんで明石ブランドも、まあ、今年で13年目かな、うん、まあ思えば長かったような短かったような、無我夢中で走り続けてきたんじゃないかなと、まあ今思えばっていうか、まあまあ振り返ってみるとそんな感じで、まあそれの中でいろんなことをしてきたと思うんですけども、今年はまたちょっと初心に戻るというのをテーマにしようかなと。まあというのは、まあ今業界の中でもなんかもういろんなぐっちゃぐちゃしてきて、まあたくさんのビルダーさんとかメーカーさんとか出てきて、トップオーダーの人もいろいろ作ってきて、なんかもう何でもあり状態みたいになってるやんみたいな。だからもううちもそうなんですけど、その中でその今年は明石ブランドは初心に戻るということで、本来のそのトップオーダーの楽しさというか、楽しむ部分をまたプッシュしていけたらなと、まあ、今までそのメキシコに行ったっていうのがその明石ブランドの中では大きな転機となったと思うんですけども、まあ、その中で作って、メキシコ以降に作ってきたルアーがだいぶ作風が多分変わってきたと思うんですね。でそれで作ったのがそのよりよく釣れる明石ブランドのスタイルをまあ壊さずに釣れるものを作ろうという、今までそれまではまあ、こういう感じ、特に こんなんで釣れんのみたいな、こう面白いルアーばっかりをこう木を照らったようなルアーばっかりを作ってきたような気がするんですけど、メキシコに行ってからはなんかすごく気持ちが、考え方が自分の中で変わって、より釣れる、なんか明石ブランドのスタイルを崩さずに中でも釣れるものを作ったら、ザラより釣れるものを作ったらとか、あれより釣れるものを作ったらというか、なんかそういう気持ちになってきて、まあだいぶこう作風が変わってきて、中でもそういうのがあって作ったこういうジャックナイフであるとか、笹カバー、だいぶやっぱ細身になってきてるんですよね。でまあそんな感じの、まあ、釣れるっていうルアーも自分の中ではなんか一通り行き着いた感があって、まあその過去ね、ガーチャップで、ジャックナイフで、まあこの辺りかな、笹カマとか、こういうれぐらいがあればもう本当メキシコではもうだいぶ通用するっていうのが自分の中で強くあって、で今まだ現在そのテスト中で作ったりもしてるっていうのが、まあ、こういうもっとこう遠いところから呼ぼうかなっていうダーター的な、これが水車がついてちょっとダーとする水車っていうのも作ったりもしてるんですけど、あとまあちょっと大きな、もっとでかいやつだけを釣りたいっていうので、もうデカめのフェンシングっていうのもまあ作ってはいるんですけども、今年はその初心に戻るということで、もっとその楽しむ部分をいこうというので、まあ、こういうファット系、こういう系をまた復活して作ろうじゃないかと。でまあワールドカップも始まるというかあるということで、またその時にこう、それまではもう毎年テーマを作って塗ったりしてたんですけど、その時に出してたのこのこだわりブルーっていう、まあワールドカップ年に塗ったのかな、毎年、なんか色を決めて塗ったりしてた時期があって、まあまあ初心に戻るということも含め、ワールドカップもあるということで、青を絶対また塗ったろうと。だから、まあ何回出すか分かりませんけども、目標は年6回、2ヶ月に1回ぐらいの出荷で、その中で必ず1色は青が入るっていうのをまた来年は復活ですね、まあ、そんなんしていこうかなというところかな。はい、だからまあ今年、2010年明石ブランドのテーマは、初心に戻るです。で、ファットなボディ、なんか遊び心あふれたような、まあ、ルアー、多分この辺は作ると思います。もうめっちゃ珍しいというか久々、まあ、若干形は変えるかもしれないですけど、ね、パーツが変わったりもしているので、アクションを、まあ、やり直さない、テストし直さないといけないと思うので変わると思うんですけど、こんなんとかこういうジュランジュラン、原平系とか作りたいですね。この辺なんかは作ったコンセプトが、このダブル水車、どこよりもめちゃ動くやんみたいな水車
これも首振りがすごいなっていうのだけをあの最初に思って作ってたルアーなんですけど、すごい僕的には思い入れが深いルアーなんだけど、何分こうファットボディであったりするためにそれだけのアクションを指すのはこのボディのファットさがないと動かない、ペラもこの大きさでないとダメやっていうのが行き着いてやってたんやけど、今までのそのメキシコ以降からはその釣れるとかっていうか、そのより良い釣れるっていう部分に反してたというか、釣れないわけじゃないんだけどやっぱアピールがなかったりだったりとか、動かしててすごく気持ちいいんやけどバスバスだからって言って食ってくるっていうわけじゃないというか、だからどうしてもこうこういう細身な系でこうより良いスイッションが取ってたりとか、バスに効くっていう的な方ばっかりに発してたんやけど、今年はまあこういったちょっと遊び心が溢れるようなもので本来のトップの楽しみ方をもっと力強くよくプッシュできたらなという感じですかね。ということで、2010年明石ブランド今年もよろしくお願いいたします。